はようございます。おはようございます。お仕事行ってらっしゃい。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。バラありがとうございます。スケイモンさん今日もありがとう。おはようシミン。おはようシミン。おはよう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 ございます。ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはよう市民です。皆さん今日はいい目覚めでしたか？髪の毛くくってますいやー、ビーヨーさん水色だるまありがとうございます。スチラピケです。ウェカメインの箱石さんファイト、ありがとうございます。もうまだ寝足りないわあ、寝すぎて目が、あー、そうなんですね。めっちゃいい眠りだったんですね。4時まで起きてた。なんでですか、お仕事？眠たい。それは眠たいよ。二度寝しましょう二度寝しましょう。あおいぼいさん尊い、今日も尊い、ありがとう。まあ、テロップ入れてます寝起きなんかニヤッチして通知音で起きた。すごい。じゃあもう今寝起き2分ぐらいねえ、まだ今日火曜日ですね。火曜日甘い声ですか？私甘い声を初めて言われたな甘い声ですか？ありがとうございます。ビビビビさんかわいい、ありがとうございます。しょうちゃんさんかわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。リンゴの発表会、何ですかそれは、初めて聞いた。おはよう。おはよう。ありがとうございます。おはようございます。そう、プロフィールに書いたんですけど、まだ話してなかったんですけど、6月の逆生誕祭お誕生日会は木曜日が夜ね長くできるので木曜日にしたいと思います。なので木曜日ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、木曜日にやります。白湯です。白湯白湯、白湯飲んでます。ニアナさん、梅さゆ、梅を入れて梅さゆ。お、今日キュンマートさん行くんだ。いいですね、当たったんですね。私は DMM で見たいと思います。
あ、全然9月でも10月でも何月でも遊びに来てください。ささやか、ささやかですが、めっちゃささやかですが、ささやかですが、あのお誕生日会お祝いねしたいと思います。健康的ですか？さゆです。わあ、ダンサブルさんね、ライブこの前の日曜日のアッチメンさんの公演で発表されましたね。うん、新しいマックとか、うん、あーなるほどね、リンゴ、なるほど、リンゴだね、リンゴの発表会、新しい、あったんだ、そんなのが。十何人になるんだろう、6とか。あー確かにケイトさん、ほんとだ、明日明後日連続で3日間ね、ブログに書いてますね。すごい体力、3日間連続ってすごいですね。しかも違う公演っていうポジションとか何十曲もありそう。まあサイン写真集ですか。お会いしたら書いてもらおう。会えるといいな、サイン書いてもらおう。あのジョニシュレイさんのプチフィーユの方はサイン本を買ったんですよ。でもね、こっちはサイン本じゃないから、書いてもらいたいね。友達くん新しかったですそう、2日越し、うん、1日越しにブログを上げてもらったので、そう楽しかったです。そうブログと昨日の夜ツイッターも上げたので、ぜひチェックしてください。全ページすごい、本当にすごい、全ページだって。青いボーイさん、ハートありがとうございます、ありがとうございます。そうこの前久しぶりに中学の友達と集まってね、あのちょくちょく集まってる何人かがいるんですけど、その人たちとそう2ヶ月ぶりに集まってご飯食べました。近況報告会を定期的に開くようにしてるんですけど、みんな学校違ったりするから、そう楽しかったです。青いボイさん、ハートやっこありがとうございます、ありがとうございます。そう質問みたいな、なんかね食べ放題行きました。イタリアン寄りの食べ放題、イタリアンほどじゃないけどイタリアン寄りの食べ放題でした。ピザとパスタ多めで。クレープも焼いてくれるやつがあって美味しかったですめっちゃ美味しかった。ああそうなんですね、レイコさんも MER、 そうなんだ、お話できるといいなあ、そう私がこうやってやってるのもね、めっちゃ見てくれてて、めっちゃ応援してくれてて、そう見てるよって話もしました中学生じゃないですよ、私高校1年生だよ、高校1年生ですよ。石見おはよう、おはようございます、おはよう。炭水化物なんて、そうめっちゃ炭水化物祭りだったの。でもサラダバーもあったからめっちゃサラダ食べました。あの普通に痩せるとかじゃなくても、普通に野菜がね大好きなので、野菜も好きだからサラダバーめっちゃ食べましたよ、めっちゃ食べました。アボカドがあったからう
まあMER って言うんですよね。まあじゃなくて、日本の朝はヨシミから重大な役目をやらせてもらってヨシミーン、ヨシミーン、はーい。中華、もともと中華の食べ放題行く予定だったんですけど、ちょっと空いてないってことになっちゃって、ニコニコしながら食べてるヨシミそうなんですか。うん、ニコニコしながら食べてたの。美味しい美味しい美味しい。パチさん、はじめまして、おはようございます。ヨシミンことヨシミアネです。お気軽にコメントとフォローお待ちしてます。あ、お仕事行ってらっしゃい、頑張ってください。お仕事、中学生っぽいですか。私大人っぽいでって言われることの方が最近は多いんですけど、中学生っぽいですか。ゆかたは全然中学生じゃなさそうだよね。セレクションの時から大学生だと思ってましたもん。私レーニャは同い年だなと思ってましたお、バスの中なんですね。わあ、バスの中頑張ってね今日も。わあ、ざるうどんいいですね。うどん、皆さん何食べました。朝、私はまだ何も食べてません。わあ、いってらっしゃい、キュンマートさん。そう、コーイチーズなんですけどもコーイチーズ、うん、まだ食べてないんだ、違和感が食べ放題行ったら元は、でもそんな元取るぞってほどじゃないけど、食べる方ではありますね、めっちゃ。でもこの子も控えましたけど、食べ過ぎたら取ると思って腹8分目でぐっと我慢しましたが、前はねもうめっちゃ動けなくなるまでガツガツ食べてました。ゆかさんが大学生って言ってはる。赤ちゃんみたい、赤ちゃんみたいですか赤ちゃん、赤ちゃんみたいですかバブバブ。翼さん、ハートありがとうございます。今日もありがとう。おー、昨日布団干せたので熟睡できました。あー、気持ちいいですね、干した布団いいですよね。ね、納豆食べたんですか朝ごはん。それはもう完全に私の影響ですね。わあ濃いチーズ、濃いチーズね、チーズって感じだけど濃いチーズなんですよ。あ、僕も濃いチーズです。高校1年生なんですね僕もゴーチーズ来ました。なんかジャンバラヤ、何する、ジャンバラヤ、ジャンバラヤ、ジャンバラヤ。あ、通勤たちの車の中、おお、お仕事頑張ってください、頑張れ。バブバブ私は高校38年生。あ、年齢分かっちゃうやつ。38年生だって。濃いチーズ。納豆と発足ミンカス。まあね、確かに。納豆と発足、私ですね。あ、スーパーで気がつくと発足を探してたのは、もうヨシミン。そうですね。それはヨシミンですね。それはもう私に影響されてますね。あ、ご主人歳です。ぶっちゃけ1067人に年齢を分かってしまった。皆さん覚えましたか
ご歳児さんおはようございます。ハート100個ありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うえ、ダイナマイトコロッケパンだって、めっちゃ美味しそう。コロッケパンとかあるんだ。ダイナマイトっていうのもまた気になるけど、ビッグサイズなのかな。何をもってダイナマイトなんだ。サクサクとかそういう感じ、硬いってこと。ダイナマイトだって。あー、コイチーズとコイチーズ勝負。そう、先輩も含めた6人高一の人がいるんですけど、まだ6人であんまり喋ったことはないから、6人で何かやりたいですね。何かやってみたいです。青原へいへい、よしみんです。よしみん、あった。高一トリオともやりますね。高一チーズね、発作はもうね、季節があれかも、終わりが近づいてるとか、ほとんど終わりだからもう置いてないのかもしれない。しゅんやさん、はじめまして、おはようございます。よしみんこと、よしみあねです。ありがとうございます、来てくださって。ご飯が好きなんですね。ありがとうございます。僕は40年生やん、言ってないけど。もう同世代ってやつですね、これは。2歳。そう、ケイトさん、高3の方も結構いますよね。9期だけでも多いけど、もともとも多いから結構いますよね。うん、吉野美咲さんとね、めっちゃ話しましたよ、学校の話とか。この前、そうなんですよ、この前めっちゃお話しして、写真も撮りましたが、またね、あげていいか聞くの忘れちゃったかな。あー、ワイニングさんで高一対決はやりたいな、やりたい。旧期と先輩みたいな、やりたい。ワイニングさん、おすすめ次、え、なんだろう、何が美味しいのかな。次、夏の果物って何がありますか。夏が旬の果物。あー、ゲーム配信出たいんですよ、めっちゃ出たい、経験出たいんですよ。ビビビビさん、ラブレター、ありがとうございます。こそこそどんどんどんお邪魔します。おはようございます。うん、スプラはやってないけど、でもゲーム好きだからね、ゲーム系やりたいんですよ。キュンです、ありがとうございます。こっちはハルクです。ハルクです、おはよう、おはよう、おはよう。むえ、ん？びっくりした。イスシリーズ99は高差17人って、私も高3になっちゃう。会話英語じゃないです。さすがに。あきらあんちょさん、おはようございます。英語教えてもらいたい、確かに。あ、スイカ、確かに。夏といえばスイカだわ。スイカ、スイカ、夏といえばスイカ、そうだわ、スイカ。桃も出てくるのか、もうすぐで。ハルク、おはよう。熊太郎じゃない、ハルクです。そう、こっちのこの自分のショールームでゲーム配信できるかね、聞いてみます、マネージャーさんに。やりたいって思ってて。うん、桃も夏なんだ、知らなかった。メロンも、サクランボ好き、サクランボ好きやだし、めっちゃチェリーってやつ。早食い動画、いや、あげません。なんで早食い、あー、そういうやつあるね、なんかそういうギャグ。よしみんね、兄貴の言い方さんじゃあさみさき、そうそうそう、そうです、その6人が高1ですね。
うん、ほスイカは本当は野菜ね、木にならないから野菜みたいな、いちごとかもね、メロンとかも聞いたことありますね。あ、秋は私ブドウとマスカットが一番好きです。秋はね、夏はスイカかな。種飛ばし動画いちじく、いちじく私食べたことあるかもしれないんですけど、記憶ではなくてですね。いちじくどんな味なんですか？記憶では食べた記憶がなくて、どんな味か知らないんですよ。激辛配信、わあ、激辛第2弾、激辛第2弾スイカ農園いいな、スイカいっぱい食べれるじゃん。で、劇場でスイカ割りしてたんだ昔。やりたいやりたい。そうなんや。ベベベベさん、アジサイありがとうございます。お、ルイジアナ州の郷土料理なんだ、ジャンバレア。どんなやつですか？お肉、お肉料理とかですか？目玉焼きとかなんとなく6月のお誕生日会は木曜日の夜配信でしたいと思いますので、お待ちしてます。木曜日ちょっとしたお祝いをね、みんなでお祝いしましょう。6月お誕生日の方、激辛シリーズか、どうなったんですかね。あれ番組ができるはずなんですけれども、稲刈りしたいな。稲刈り、私が植えたやつ。ドライフルーツもあるんだ、イチジク。イチジク甘いよ。甘いんだイチジク。なんか結構酸っぱい系かと思ってた、甘いのね。どんな味なんだろう。ドリアンね、ドリアン少年があるからね。ウサイくん、イケマンの神、ひとえふふ。あ、レイニャも一緒に激辛を食べる配信。私より多分レイニャの方が激辛強いんですよね、実は。最近でもそのバイネンさんに行く辛いの、韓国のラーメンずっと食べたいと思ってて、蒙古タンメンも好きなので食べたいと思ってるんですけども、なかなか食べてないですね。こうきさん、はじめまして、おはようございます。来てくださってありがとうございます。おはようございます。よしみんこと、よしみあねです。お気軽にコメントとフォローお待ちしてます。ブルーシート引いてスイカ割りやってたんだ。いいな、楽しそう。スイカ割り、酸っぱ、次は酸っぱいの、酸っぱいのいけるかな。私好きだけども、酸っぱいのって例えば何がある。レモンとか、レモンはかじれないな。でも私レモンかじれない、あんまかじるシチュエーションもないけどケイトさん、酸っぱいの得意って書いてましたね、ブログに。ちょうどそういえば、水分補給、スイカめっちゃいいですね。クラッカー10本ありがとうございます、画面の向こうからあ、辛いパエリア、そうなんだ、パエリアみたいな感じなんだね。おいボーイさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ラフランスっぽい、ラフランス、おお、どんな味だ。ラフランス、ちょっとおしゃれな感じの味がするのかな。ウラブさん、アジサイありがとうございます。よしみんまい、あー、かき氷いいですね。
この前公演の後はかき氷、スタッフさんが作ってくださったんですけど、また作ってくれてほしいなみたいな。また食べたいですね、かき氷。この前公演の後にかき氷食べたんですよ。また終わりコールが来ました。今日はリコーダーじゃなかったね。今日はリコーダーじゃなかった、あ、ピアノだったわ。アスカさん、はじめまして、おはようございます。ヨシミンことヨシミアンデです。ありがとうございます。藤川さん、フルコースありがとうございます。ビビビビさん、ファイト、ありがとうございます。レモンはラスボス。ポン酢も梅干しも私は好きですけど。でかいクマ、私も2体持ってますよ。もう1体250センチと200センチです。これあ、来たわー、ムーチョさん、ミラーボールありがとうございます。生演奏でした、今日は。生演奏でしたね、音変えて。収録じゃ、生演奏ですよ。生演奏ね、音量上がったね。翼さん、ハートありがとうございます。ということで、誕生日して終わりたいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。今日は火曜日、今日も一日頑張りましょう。13位、たまきーさん、ありがとうございます。イエーイ。12位、まちさん、ありがとうございます。11位、ビヨコさん、ありがとうございます。10位、ヤマピーさん、ありがとうございます。9位、ラッチョさん、ありがとうございます。8位、古川さん、ありがとうございます。7位、ブリトロさん、ありがとうございます。6位、スティッチさん、ありがとうございます。5位、ソラさん、ありがとうございます。4位、ミキさん、ありがとうございます。そして3位は、ドゥ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 、青いもおいさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。そして2位は、ドゥ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 、ブヒヤマブヒヨさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてこの配信の1位は、ドゥ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 、ドゥルル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 ン、しょうちゃんさんでした。イエーイ、ありがとうございます。1位はしょうちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも朝からありがとうございました。パチ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 、朝から来てくださってありがとうございました。まだフォローしない方、ぜひフォローして次の配信も遊びに来てくれたら嬉しいです。嬉しいです。明日は夜かな、ちょっとわかんないけど、次は明日になります。明日は何かな。ありがとう、今日も頑張ろう、今日も頑張りましょう、一緒に応援しております。うん、今日雨なんですね。では皆さん、傘を忘れないように一日頑張りましょう。雨らしいです。いいとも。それでは次の配信も来てくれるかな。それではまたね、行ってきます。行ってらっしゃい、いいとも。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい、行ってきます。いってらっしゃい、またね、ありがとうございます、またね。